続いて石川県手取交流太鼓保存会の皆さんです。1990年に地域おこしの一環として設立された団体で、古来から地域に伝わる虫送り太鼓を基礎に持っています。荘厳で美しい霊峰白山、豊かな自然の恵みをもたらし、かつては暴れ川と呼ばれた手取川、そして勇壮な手取の火祭りなど、地元川北町の自然や文化を太鼓の音色で表現します。その一音一音には、水害で亡くなった人々への鎮魂の意味と、太鼓の響きが聞く人々に感動と希望を与えるという強い願いが込められています。手取の火祭りは大小の桶堂太鼓を使ったアンサンブル形式で、スローテンポで鮎が飛び跳ねる様子を表現しています。大桶堂太鼓のソロパートにご注目ください。祭りは笛の音色に合わせて、大桶堂、桶堂、担ぎ桶の各パートが軽快に打ちます。それではお願いします。Thank you.
ありがとうございました。